蛇交渉は、蛇に噛まれ、傷を負うことであり、特に毒蛇によるものである。毒蛇による交渉の一般的な症状はの牙による二つの、染死症である。時により、毒がから毒が注入されることがある。毒の強い蛇では5から10分程度で死亡することがある。毒の弱い蛇では、噛まれてから1時間ほどすると赤み、腫れ、激しい痛みが現れる。 視力低下、手足の痺れ、発汗が見られることもある。交渉のほとんどは手や腕が多い。噛まれてから恐れられる一般的な症状は、貧脈とめまいなどである。毒が原因で出血、腎不全、重度のアレルギー反応、噛まれた部分の細胞絵師や絵師による、モ門ス自由解消、呼吸困難を起こすことがある。結果、噛まれたことで、手足切断、または、 その他の慢性的な障害をもたらすことがある。症状や後遺症は蛇の種類、噛まれた箇所、注入された毒の量、その人の健康状態による。成人より体の小さい子供が噛まれた場合の方が重度なことがほとんどである。蛇は噛むことで獲物の確保と身の安全の確保の両方をしている。蛇に噛まれるリスク要因には外で手作業をする農業、 林業、建設業などが挙げられる。一般的な毒蛇には、小ラか、鎖蛇か、海蛇かなどが挙げられる。大体の蛇は毒を持っておらず、獲物を締め殺し捕まえる。毒蛇は、南極を除くすべての大陸に生息する。神跡で、蛇の種類を断定することはできない。世界保健機関は、熱帯や亜熱帯の国々での蛇交渉は、ないがしろされている。 公衆保険問題であるとしている。ヘビ交渉の防止は、防護靴を履くこと、ヘビの生息する地域を避けること、ヘビを扱わないことである。治療はヘビの種類により変わる。交渉を石鹸と水で洗浄し手足をしっかり押さえることである。口で毒を吸い取ろうとしたり、ナイフで切ったり、止血帯を使うことは進められない。下毒剤は死亡の防止には効果的であるが、 副作用がある。蛇の種類によって必要とされる下毒剤のタイプが変わる。噛んだ蛇の種類がわからない場合は、その土地に生息する種類の蛇の下毒剤が投与される。世界の一部では正しい下毒剤のを入手することが難しく、よって下毒剤を投与しても効果がないこともしばしばある。さらに、解毒剤の値段も問題である。交渉幹部の解毒剤の効果は乏しい。 人工呼吸が必要なこともある。年間で発生する毒蛇による交渉は多くて500万件である。その結果、約に50000人が中毒になり、2万人から12万5 0人が死亡している。発生する頻度や重度は世界各地域によって異なる。最も一般的に発生する地域はアフリカ、アジア、 中南米であり、農村地域はより影響が大きい。ヘビ交渉による豪州、欧州、北米での死亡は稀である。例を挙げると、米国では年間約7000人から8000人が年間に毒蛇に噛まれ、約5人が死亡している。ありがとうございます。